はい、皆さん、こんにちは。ED カウンセラー、タートルです。今回はですね、朝立ちや ED に関する様々な悩みがですね、届けられるので、それについてお答えしようと思います。まずですね、朝立ちからいきたいと思うんですけども、この朝立ちをしない。若い方がね、結構質問もらえるんですけども、まず朝立ちっていうのは、実は寝ている時は立っていても、朝起きたら普通になっているっていうパターンがね、結構多いです。 なので、実は寝てる間に立ってるけども、気づいていないだけで、別にその朝ね、起きて立っていなきゃいけないっていうわけでもないので、そこの心配はね、まずいらないのかなというふうに思います。でちょっと ED かなってね、思っている人。 まあもちろん多いと思うんですけども、まず大学生とかね、まあ20歳より若い年齢の方が ED かもしれないっていうね、思ってる場合のほとんどがですね、ストレスとか緊張に原因があります。まず、そんな食生活がね、乱れてるわけでもないですし、あとはね、タバコ吸ってる期間ももちろん短いですし、 あとは運動もね、適度にまだ数年前はしてたはずなので、その原因のために ED かもしれないっていうのはほとんどあり得ないとタートルは思っております。じゃあなぜね、女性といざしようと思った時に立たないのかっていうところなんですけども、ほとんどが前回立たなかったがために、今回緊張してしまって、やはり苗えていると。こういった場合がね、 ほとんどです。もちろん、タートルもそういった経験があります。あとは、もちろん、二十歳になってお酒を飲み出してですね、お酒を飲んだ勢いで、女性とホテルまた家に行ってですね、そういうことになった時に、アルコールを飲んで、やはり、立つっていうことはね、結構、慣れてないと、立たない場合がね、多いです。タートルも実際、二十前半とかは、もうお酒飲んだらダメだ。 お酒飲んだら使えないっていうね、経験がやっぱりありましたで。お酒飲んでやっぱり足らないっていうのも、お酒がどれだけ飲めるかもまだ自分で分かっていなくてですね、もちろんタートル今もう38になるんですけども、やはり自分が飲める量っていうのを大体分かっているので、飲みすぎない程度に二日酔いにならない程度っていう感じで飲んでるので、もちろん使うことが可能なんですけども、やはりお酒を飲み出した頃っていうのは結構 渾水状態になるまで飲んじゃゃって戻しちゃうとかね、結構戻す経験がね、やっぱり多かったので、戻すっていうぐらい飲んじゃってるわけなんですよねで。戻してないにしても、そういった状態で女性と交遊する場面になった時にはですね、やはりもう飲むキャパオーバーしちゃっているので、立たないということがね、結構ありえました。で、もちろん若い時にも、 高校生とかね、そういう時に立たないかもしれないとか立たなかったっていう時も自分で触っても立たないとか。もうそういった場合はまずほとんどが緊張です。慣れてる女性、例えば付き合っててもう何度もしちゃってる女性で今日は立たなかったっていう時はね、多分なかなかないと思います。1回目、2回目っていった場合がね、そういったことになる場合が多いのかなと思います。で、そのね、原因をまあもちろん改善するわけなんですけども、まずは緊張をとにかくね、しないように自信を持って、 もちろんその自信がない、緊張しているっていうことは、まだ自分の経験がね、浅くって、その経験に対して女性が満足してくれるのかなとかいうね、自信がなかったりすることが原因で立たなかったりもするので、とにかく、まあもちろん女性を喜ばすことは大事だと思うんだけど、まずは自分の持ってる接し方っていうのにね、自信を持って、 で、女性に接してあげると、まあ自分もね、それは自分自身が持ってるものなのでね、それに対して女性がどう思うかっていうのはね、それは後から女性に聞けばいいので、そこを改善していくとね、男性もスキルがアップしていきますんで、まずは自信を持って女性と接するときに立たなかったも、それはそれとしたいがためにね、女性と接してるわけではないので、そこは自信を持ってね、立たなかったら立たないで、それをお話し女性にしてね、まあ満足する関係を持ってもらえたらと思います。で、あとはですね、 年齢がもあもちろん大学生以上、もちろん30代、40代、50代の方がね、もしかしたら ED かなと思われる場合は、まずほとんどがね、男性ホルモンの低下に関係あるかなと思います。男性ホルモンが低下するとですね、もちろんテステステロンという分泌が減ってしまうので、そうすると、もちろん性欲とか立つ力がね、かなり弱まります。それを上げる方法は、もうほとんどトレーニングです。 もう下半身のトレーニング、腹筋、上半身の大きい胸、背中のトレーニング、大きい筋肉をトレーニングした際に、テステステロンが分泌されていきますんで、しっかりね、筋トレをしてもらえると、改善できるかなと思われます。で、あとは、もうこれはもう、若い子。で、年齢層もね、60代の方とか、それまでの方に当てはまるんですけども、睡眠不足。これも結構な原因にあります。睡眠など質がね、下がってしまって、長い時間寝てるけど、寝ている気がしない方とかね、 そういった方はですね、やはり睡眠が取れてないと、ストレスが溜まってですね、コルチゾールというホルモンが分泌されてしまうので、そのホルモンが分泌されてしまうと、もう血管が収縮してしまってですね、やはり立つ際に大きく血流がね、そっちに回らなくなってしまうんで、睡眠の質がね、悪い場合は、ED かなと思われることが、 起きますもちろんそんなね ED っていうのは本当に、まあ、病気に近いですからそんなすぐに皆さんなりませんのでいろんなことを改善していけばねほとんどの方がもうすぐ治りますなんでこの沈みんかなという点もあるかなとあとは食生活がね乱れてる場合これも結構ねあると思いますやはりインスタントラーメンとかねあとはファーストフードとかああいった添加物の多い食べ物ばっかり食べている方っていうのは男性ホルモンが分泌が悪くなってしまうんで できればブロッコリーとかね、ああいった男性ホルモンを増やす食べ物、もしくは無添加のもの、もう卵とかお肉とか、自分が食材にね、味をつけて食べる。人が手を加えたものではなくて自分が買った食材で味をつけて食べる。そういった無添加のものをね、食べてもらえると、またね、男性ホルモンが上がってくると思われます。あとは運動をしているけど、例えばランニングとか、そういったね、有酸素運動っていうのは 筋肉がね、分解されてしまう場合がとても多いので、やはりそういったクラブ活動とか、ああいった感じじゃなく筋力トレーニングをしてもらえると、筋力が増していきますんで、どんどんね、男性ホルモンが分泌されて、性欲が上がってくるとは思われます。で、また最後にね、ストレスとか疲労感、仕事を始めたばっかりで覚えることが多いとかね、そういった社会に出たばっかりの方とかは、こういったね、 社会へのストレスがとても多くてですね、いろいろ悩んでたりすると、女性と接する時にも集中できずですね、まあ、慣れてしまうと。あとは自律神経がね、ちょっと乱れてくるとか、そうなってくると、血管をやっぱり収縮させてしまうので、コルチゾールがね、分泌された時と同じように、血流が下半身に行かずにね、慣れてしまうという場合がございます。あとは未成年の方はね、これは関係ないと思うんですけども、タバコややっぱりアルコール。この辺のね、タバコっていうのももちろん最近は、 タールとかニコチンが除去されたタバコがもちろんありますけども、普通のタバコを吸ってる方っていうのはね、やはりニコチンタール、この辺の有害物質がね、とても含まれてますんで、こういったも有害物質っていうのはやはり血管を収縮してしまうので、下半身のね、血流を悪くさせてしまいますんで、こういった場合に、まあ ED の原因になるかなということがあります。で、これ簡単にね、最後はね、解決できることなんですけども、水分が不足している。 お酒を飲む方はね、意外と水分取らない人も多くって、また水分が不足すると、血管がね、スムーズに流れなくなってしまうんで、そういった場合にね、血液がドロドロになって、血流障害が起きてですね、もっと立ちにくくなってしまうということがあり得ます。まあ、こういったね、今いろいろ原因をたくさん言ったんですけども、まあ、まとめていきますとですね、まずしっかり筋トレをして、テステステロンを増やす、まあ、男性ホルモンを分泌させてですね、下半身、性欲を、ま、もちろん上げていきましょうと。 そうするためには、しっかりお水を飲むこと。そして、食生活の改善。無添加のものをできるだけ食べてください。で、あとは、ストレス。これがね、とてもまあ、ED に関係してるんですけども、もちろん、悩むことも大事ですけども、改善できないようなことは、もうとにかく忘れてですね、とにかく楽しく、一秒一秒、毎日楽しく過ごせばですね、もう来年、次の日も、その次の日も、 一秒一秒幸せでいることが明日も明後日も幸せでいることにつながりますんでとにかく今が幸せと幸福感を持って目の前にいる女性に対して集中してあげて接してあげるとですねもちろん自然に体も反応してくれると思いますんでそういった心でですね皆さん過ごしてもらえたらと思います皆さん長々と今日は聞いてもらってありがとうございましたまたこういった動画もね音声だけの動画も載せますんでよかったらね本当に悩んでる方 どんどん質問ください。タートルももちろんそういった経験があればもちろん素直にタートルなりに答えることができますんで質問たくさんもらえたらと思います。今日はご視聴ありがとうございました。